クリン古墳クリン古墳群とは、埼玉県入間郡諸山町のクリン地区と、大ー地区、及び隣接する坂戸市全農寺地区にまたがる、小古墳群の総称である。諸山町北東部、オッペ川東岸の水田を望む、大地上に築かれた、墳丘町10メートルから40メートルほどの大小、44期からなる古墳群で、築造年代は6世紀末マイナス7世紀初頭と、 推定される。東古墳群中には、墳九長20メートルから40メートル級の前方公園墳が5基あり、これは規模こそ小さいものの、埼玉県下では、埼玉古墳群の発揮に次ぐ多さである。ほとんどの古墳は、明治時代から大正時代にかけての洞窟や、戦中戦後の農地拡張に伴う破壊により、内部構造や出土品など資料が乏しい。 文化十年造流の供養塔の背面には古戦城の由緒が刻まれている。この付近は後世に鎌倉街道が縦貫し、南北朝時代に鎌倉公方足利元氏と上野、越後四五代芳賀前家の軍勢が激突したクリーンや合戦の地であり、諸山町側にある前方公園墳の墳球場に江戸時代に建立された供養塔がある。クリーンや古戦城は、 埼玉県指定史跡、古墳墳旧特養堂は、諸山町指定史跡となっている。ありがとうございます。